はい、問4です。二次関数 fx イコールマイナス x 乗プラス 6x プラス1の0小なりイコール x 小なりイコール a における最大値最小値 を場合分けして求めよう。ただし a 大であり0とする。問3と同じ系統の問題です。まあ、いろんなパターンに慣れてもらいたいんで、あえて言い間違いとか多少書いてあるだけでね。問3では y イコールになってましたが、こちらは fx になってます。まあほとんど同じことです。で、問3はこれ x 乗の係数が正だったので、こう上開きのグラフでしたが、今度は x 乗の係数が負なので、上に1つのグラフは使います。まあ、ただし、まあ、グラフを書いて考えてみることには変わりがないので、同じ問題と考えてください。で、場合分けして求めようという指定があります。でも指定がなくても場合分けして求めなければいけません。あと、この a 大なり0とするこの条件もありますが、これはね、これだけだとね、 a が0の場合もあるけど、 a が0の場合は、入れなくてもいいよってはっきりさせてくれてるってだけで、まあ、ただのサービスですね。では解いていきましょう。まず1点目は悩むことがありません。もう最大最小という言葉があったら平方完成です。平方完成してから考えるぐらいでいいです。負の数なので注意してください。まず1行目でマイナスをくくり足す、マイナス1を前にくくり足す必要があって、ここマイナスを前に出したね、ここマイナスね、ここが注意ね。プラス1でマイナスの大括弧使って x マイナスマイナスの半分で3の事乗で、こうすると差算が9、9が余分に出てくるので、その分を引いてマイナス9で大括弧閉じのプラス1で、マイナス1をこれ、x マイナス3の事乗とマイナス9に分配していきます。括弧 x マイナス3の事乗をプラス9、あ、そう、このマイナス字が変わるからプラス9ね、ここが注意だね。プラス1 で括弧 x マイナス3の事乗プラス10で、ここを間違えてたらもう元も来ないので、自信がない人は展開して元の式に戻るかちゃんと確認してください。で、グラフはずっと取っときたいので、この辺に書き出しますね。これで頂点が 3.10 ので、ここが負なので下開きの直線と分かりました。曲線、放物線と分かりました。で、グラフを書きますが、x0 で、ここは y でもいいけど、こちら側に合わせて fx にしておきますね。横はなるべくゆったりと。で、縦はなるべくこう縮めて書くのがコツです。っていうのはね、こう書くと分かりづらいね。こんくらいのグラフの方が分かりやすいよね、考えやすいので、ちょっと縦と横の縮尺を変えて、書いてあげるのがいいです。で、頂点が 3.10 で、で、切片も考えて、x が0の時ね、x が0の時、これ系、これ系、1だけ残るので、x が0の時1、y 切片は1です。ってことで、このようなグラフになります。で、問題が今してるのは、x の範囲が0から a まで。ですから、この1の時から始まるのはもう固定です。で、a が増えてくるにつれて、ここまでとか、ここまでとか、ここまでとか。で、それぞれ場合分けが必要ということです。で、どのように場合分けするか、最初に作戦を考えていきましょう。まず最大値を考えると、最大値を考えると、A がここを超えるか、超えないかが大きな違いだよね。ここを A がもし3より大きくなれば、例えば A だとするけんね。3より大きくなれば、もう A がどこまで大きくなっても最大値は10で固定だよね。で、だけど逆に3より小さければ、例えば A がここら辺までだったら、このグラフの、ここからここまでの最大値はここで止まりってことになりますよね。ですから、この3を超えるかどうか、A が3を超えるか超えないかがまず大事ですし、次、最小値の方で考えてみると、最小値ちょっと色変えて、グラフはまた後で書き直すんで、1から始まるのが、は、いいですが、あ、0からね、0から始まるのは固定でいいですが、 a の値が多くなればなってっても、当分の間最小値はこの1のままですよね。1のままで a がある程度大きくなると、もう一度こう1になる瞬間がありますね。いい、だそこまでは最小値は1で、 a がそれよりもさらに大きくなってってけば、もうそれに対応する a の値が最小値ってことになります。ですから、最小値を考えるとき、この座標は求める必要がありますが、
ここまでこれを超えるかどうかが一つポイントとなります。ということで場分けとしてはこの0から3の間で、3からここの間、今から計算ですからね。で、ここからこの間、この3つの場合に場合分けすればいいと、すればいいと分かります。で、これを解いていきます。で、まずね、ここの数字を出すとこから、もうここから正式な回答だよ。これはもう最大値、最小値、いっぺんにやっていくので。まず、ここの座標を知りたいです。この座標を知るためには、fx が1の時の x の値を調べればいいです。ということで、書き出し方としては fx イコール1とすると、もう一回 fx 書いて fx イコールこの式ですね、マイナス x 次乗プラス 6x プラス1イコール1で、 fx で始めましたが、残りの行はここから後ろ、こっから後ろの等式を解いていけばいいです。それプラス1なんだよな。で、まず1こちら側に移行して、マイナス x 次乗プラス 6x イコール0。いい？両辺から1引いたんでね。で、このままでもいいですが、このマイナス気持ち悪いんで、両辺にマイナス1を書きましょう。x 次乗マイナス 6x イコール0。で、x を前に繰り出して、x カップ x マイナス6イコール0で、x イコール0と6と出ました。で、これでここの座標が6と決まります。まあ、これでこれを言いたことになるから大丈夫です。で、あとの問題なのは、こことかね、3の時とか、そういうのを先に出しておくと楽なので、それもやっておきましょう。それもやっておけばいいんだけど、あ、書き出しておけばいいね。F0、X が0の時、FX は1。いいね、このことね。で、F3 イコール、あ、F0 ごめんなさい。F0、うん。これごめんね。X イコール0、6って言ってたけど、0の時と6の時、FX は1ってこと。だから F0 イコール F6 イコール1って書いておきましょう。で、F3 イコール、これ最大値の候補ですが、10。あとは、X が A の時の、X が A の時の FX の値は FA で表せます。で、これも計算するまでもなくて、この X のところに A を入れればいいんで、マイナス a 次乗プラス 6a プラス1で、最大値最小値として出てくるのはこれらの数字なんで、これを先にやっておくと楽です。で、これを消しちゃうと大変なんで、問題消しちゃうからね、問題消しちゃうんで、あ、で問題はね、ホームページの方で、説明欄に貼ってあるホームページの方で全て確認見れますし、ダウンロードして印刷しようと思えば印刷もできるので、ぜひご利用ください。あ、これみんなはわざわざもう一回書くことないけど、これは問題用紙であるけどね、これ板書の都合で、あとでこれ見ながら答えにしていくんで。で、ここまでやったら俺もね、あとはね、簡単でね、一個ずつやっていけばいいです。まず考えるのは、この A がこの3を超えない範囲、0から3に、0から3の間の範囲からいきます。四角1、場合分けて四角1にして、0小なり、A 小なり3の時。あ、これ0小なりというのは、もともと問題の条件で A 大なり0とイコールが入ってなかったら、ここもこうでいいです。で、簡単なグラフ書いてあげた方が説明しやすいので書きましょう。A3 で、あのね、こういうふうにね、手軽にグラフかけるようになっておくのも大事だよ。ここは1で、こんな感じだね。で、このグラフで A が0から3の間だから、まあ、例えばこの辺にあるとしましょう。こうね、この間ね、ここね。あとは考えない。このグラフのこの0から3の間を考えてます。そうするとグラフから最大値はここの値、x が a の時の値でしたら fa って表せます。これやっちゃう fx。これ色あまり気にしないで。で、最終値はこの1でいいですね。で、説明もグラフよりで大丈夫です。グラフより。このグラフをちゃんと書けば説明になるんで、グラフより
x イコール a で最大値で、x が a の時の fx の値をここに書き出しておきまして、それをそのままついてマイナス a 次乗プラス 6a プラス1で、最初は x が0の時のね、x イコール0で最小値1、まずこれが場合分けの1、いいかな。で次に a の値がこの3から6の間にある時を考えます。こっちを消しちゃうんだったらこっちかな、大丈夫だね。写して、まだ追いついてないさ、これ止めて写してね、止めて写してね、前に消しちゃったかな、失礼。で次に3a6 の時で、さもう消しちゃったけど、1の時さ、この 0a3 の時ってここにイコール入ってなかったので、こちら側にイコール入れましょう。まあどちらかに入れるもんだと思っておけばいいです。どっちにも入れないと a イコール3の時考えないことになっちゃうんでね。でグラフ書いた方が説明しやすいね。グラフでやっぱり説明しやすいっていうのはあれよ、僕が今説明しやすいってわけじゃなくて、あのみんなが回答を作るとして、回答の説明として作りやすいんで、一つ一つグラフ書いた方がいいって話ですからね。でこうなって書いちゃうか、先に6の時また1だね。で今度は a が x の値が、あもっと大きいボードが欲しいっていうところだな、この範囲でね。で a が3から6の間だから、まあ例えばこの辺に a があるってことですね、こうだね、こんな形ですから、この今 y の値は y の範囲は最大が50で最初の子ですね。いいでね、6にこれイコール入れるかどうか迷ったけど、6入れちゃうとさ、最小値が1はいいけど、x イコール0と x イコール0、また x イコール6の時最小値して2つ考え書かなきゃいけないんで、それが半切なので、こっち入れないで、6は次の方に回しましょう。で、これもグラフよりでよくて、グラフより、最大値はこの3の時10でいいね。x イコール3で、最大値10。で最小値はこの1で大丈夫です。x イコール0の時1。x イコール0で最小値1となりました。で、あと一つこれ、a の値が6より大きい時も考えなければいけません。またグラフだったら、これは消しちゃっていいね。そう、あのね、場合分けの問題ね、大変だとか難しいとか思ってるかもしれないけどね、あれなんだよね。こういうふうにさ、もう1問、2問、3問。3問ぐらい1つの問題の中に入ってるって考えれば、で最初からそのニュアンスで、そのテンションでやればそれほどでもないです。最後として a 大なりイコール6の時、あ最初はこれだね。だちっちゃい順に並べて小なりだけ使ってるんで、そのノリで、6小なりイコール a の時って書いてもいいですが、これ a 単独であるんで a を先に出して a 大なりイコール6の時、まあ、A が主役なんでね、こう書いても分かりやすいと思ってこっちにしました。別にこっちでも構いません。で、A が6以上の時でグラフを書くと、みんな同じグラフなんでね、3で10。ただ、A の、こんな形。で、ああ、ちょっと外れ。ごめんごめん、もう一回。1を取ってこんなもんかな。でもう一回1になるのがこの6の時で、今度、0から x は0から a の値ですが、今度は a が6よりも大きい範囲、ここよりも大きいところに行った、ですからここからこういって、どこら辺にしようかな、もうこれにしようか。どっちにせよもう A の時が一番小さいっていうのは分かりますね、最小値ね。いいかな。最大値はこの10でいいですが、最大値はもう A の時、もう A はもうずっと6より大きいからずっといくから、 A が大きくなれば大きくなるとこの A も、FX も小さくなるんでね。でこれも説明はグラフより
x イコール3で最大値10で、x イコール a で最小値、 x が a の時の fx の値なので、これ使えばいいですね。マイナス a 次乗プラス 6a プラス1、これで以上で答えです。でもう少し慣れてきたら、最大値は最大値で、最小値は最小値で別々に出すと効率よく答えを出せます。その動画も、一応入れときますので、まあ後でありますが参考にしてください。まずこうやって一つ一つ場合分けして、そのグラフ書いてみて、どういうことか、そう意味を取っていくのが大切だと思います。決してできないことではありません。自分はできると思い信じ込んで、まあこういう問題解けるようになってください。私たちは応援しています。ではこの動画は以上です。ありがとうございました。